三宅記は、伊豆地方の神々の演技。三島大社本書の物語の主身、三島大明神を祀る。自社のこりや由緒を記した自社演技の一つで、旧伊豆国地方、現在の静岡県伊豆半島、東京都伊豆諸島地域の神々に関して記述されている。署名、三宅は、通称の一つで、現在残る写本は、その他にも、三島大明神演技、島後演技、 白浜大明神演技など様々な通称を持つ。本書は本次衰弱説に基づき自社の演技を説く、いわゆる本地物の一つで、原本は鎌倉時代末期に完成したと見られている。内容は、主神三島大明神の出自に始まり、伊豆諸島の増島、そして三宅島を中心とした開拓の伝承が記される。国式祭の伝説との相関も見られ、 伊豆初心の交渉にあたって重要視される資料である。文中では、後半から、三部を建て実習に始まる三部家の人物が記されている。三部家は、三宅島の信仰の中心である、五尺神社、福賀神社、薬師堂の二社一堂を現代まで鑑賞するとともに、古くは、島生も司さどった家柄である。本書は、この三部家の由来記として、その下で編まれたと考えられている。 伊豆諸島三宅島三島神の拠点。三宅記の記述は三つの物語から構成される。あらすじは次の通り。まず第一部では、天竺に生まれた王子は、ママ母の化粧による父の怒りを買っている老子、シナ、高来と渡り、高安天皇元年に日本に到来する。そして富士山町でまみえた神明に安住の地をこうと、富士山南部の地を与えられた。 この地では狭かったので、島焼きを行うこととしたが、その前に一度天竺に帰国する。再び捕来した際、丹波で出会った王王との会話の中で、自身の名が三島大明神であること、正体が薬師如来であることを知る。沖縄からは民の身をもらい、王王の子の若や県宮、剣宮、峰を連れて、伊豆に向かう。そして公安天皇21年、多くの竜神。 来人たちと共に島焼きを行い、7日7夜で重刀を生み出した。その島々には自身の記載を配置し、各公は王子たちを生んだ。第二部では、三島神は箱根の古編に住む老王の女三人をおろちから救い、三人を記載として三宅島に迎える。三人の公もまた多くの王子を生んだ。最後に、第三部では、三島神は富士山において、 ドンズー、鶴が前の芸を習得した、ミブオタテという人物に出会う。オタテは、神々が作った島々を見ようと三宅島に捕らえ三島神の命に応じて、築地を築いた。水古天皇2年正月、衰弱の時を迎えた三島神はオタテに放災を命じ、500年後に、守護神となることを宣言、石尺を託して衰弱する。オタテは、息子の実証に、ドンズー、 鶴が舞の技を、三島神は実情に、木木の技を教えた。そして、お立は本国へ帰り、三島神は、白浜に飛び立ったが、その後も、お立の子孫は、三宅島において三島神を放災し続けたという。三宅期に記される格闘の同盟と、その由来の一覧。三宅期に記される革神の神名と、他文献の否定、現在の神社の否定の一覧。なお、 記載がないものの三島の神の神神、おこかみとされる、式内者についても付記する。一、提本は、三島モルピアニッシも、付録十一から三十二、否定等に用いた文献は、出典、備考欄に掲載。二、否定欄では、三宅記載の神名と六国史、演技式神名帳記載の神名との対応を記載。三、否定欄は、式内者の論者のうち、 三宅機との関連を論拠とした社のみを掲載。式内社論者すべてを掲載したものではない。微光原点出典。ありがとうございます。